あれから16年も経ったのか。フィジー諸島に潜伏する俺たちは大きな戦いに参加する機会を得られないまま、ニューギニアの潜伏部隊と連携し、連邦の輸送隊を狙った海賊行為を繰り返していた。空では袖付きと呼ばれる連中が派手に動き出しているらしい。まもなく待ち望んだ戦いが始まる。俺の嗅覚がそう告げている。そういえば先日、懐かしい奴から連絡を受けた。ライバーだ。あいつらは計画通りにことを進め、今はそれぞれに新しい生活を送っているそうだ。俺がジオンに行ったと推測したフィクサーは、随分と各地のジオン潜伏部隊に裏から便宜を図ってくれていたらしい。今でも俺を探していて、必要なら援助してくれるそうだ。まったく、あの人らしい。しかし、今の俺の在り方は、俺自身が望んだことだ。ダイバーには、らしいと笑われた。レイスどもが無事でよかった。これで俺は、心置きなく自分の戦いに没頭できる。確認を頼むぜ。作戦内容のチェックだ。機体の状況も確認しないとな。じゃあ、行くか。隊長、どうですか？チューンの終わったそいつの乗り心地は。いい感じだ。こいつなら現用のモビルスーツにも遅れは取らん。長年にわたって改修を重ね、中身はもう別物ですね。名前も変えたんでしたっけ？ああ、こいつの名はイフリート・シュナイド。人手に渡ったりもしたが、結局俺のところに戻ってきてくれた。こいつとは最後まで縁があるようだ。ですな。さて隊長、目標がお出ましです。出るぞ。お前ら簡単に死ぬなよ。まずは港の防衛部隊を仕留める。援護しろ。了解。そこだ。敵機を撃破。クソ、罠か。この盗賊どもが少々調子に乗りすぎたようだな。アナハイムの船団を襲ったことで上からお前らの討伐命令が出たんだよ。企業の顔色を伺いとは、連邦も落ちたもんだな。
ッチ。おい、敵を撃破。始末したな。大体こんなもんだろ。さすが隊長、やりましたね。隊長、各地帯から打電、大規模作戦のため合流求むとのことです。ついにこの時が来たか。俺は心の穴を埋めるものを探し続けてきた。レイス、シュノイド、そしてこいつら。俺を必要としてくれるものはすぐ近くにあったのに、俺は戦いを渇望するばかりで自ら受け入れようとしなかった。自分探しをこじらせてとんでもない回り道をしちまったもんだ。しかしこの遠回りには意味を、シュナイドという男を追い求めてきた。その一部を背負い、俺は信念と覚悟を知った。新しい仲間と俺はシュナイドから受け継いだ理想を叶えるための戦いに赴く。これが俺の最後の戦い。俺の心は今不思議と安らかだ。この気持ちを満ち足りているというのだろうか。それを知ることができただけでも生き延びてよかった。さあ行こうか。